令和の虎、その思いを金に変えろ。で、それで投資ですよね、今回ね。株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。で、それで投資ですよね、今回ね。はい。で、リターンは写真ということですかね。はい、その投資の条件をぜひ教えていただけると。はい。僕らが今までやってきた、対個人、対法人に対しての、まあ、いろんな解決方法、携え方があるんですが、今回、大体の金額感に対して何ができるかということをまとめさせていただいておりますが、皆さんのご要望でそこら辺はカスタマイズできるので、一旦参考にご覧になっていただきたいと思います。まず、僕らのメニューで法人内の会社の方々のプロフィール写真の撮影というのをやっています。なるほど。なんかクラファンの特典みたいな感じだっていうことですね。ああ、そうです。その600万円払ったらそれに対しての特典がついてくるという投資だっていうことですね。そうです。その盛岡写真館でのリターンではなく、もうここで僕が価値を保証したい。今までの令和の虎見てませんね。いろいろご相談した上でこのような形に最終的に。なるほど。俺の今までなかったんじゃないんですか。まあ、聞いたことないですね。例えばラーメン屋さんに600万円出したら600万円分ラーメン食べれるみたいなもんですかね。そうです。なるほどね。あ、まあ、600万円以上ですね。おお、なるほど。はい、700万円分ぐらい食べていただこうと思ってます。なるほどね。はい、だから遅くだと写真600万円分なかなか撮りませんからね。なるほどね。かなりすごい人だし。そうなんだけど、なかなか俺は新しいですね。だから逆に言うと、だから自己資金今回ゼロじゃないですか。そうなんです。だからってことですよね。まあ逆に言うとね、はい、自己資金入れないで、はい、入れようと思ったら入れられるんですか。いや、入れられないんです。入れられない。入れられないです。こんなにすごい方なのにそんな儲かってないですか。僕、なんか写真業界とかわかんないですけど、かなりトップクラスにすごい方ですじゃないですか。あんな有名な広告やられてるってこと。それで600万たまんないってちょっと夢ないですね、写真家。そんなことはない。ちょっと使いすぎてる。使いすぎてる可能性はあります。じゃあもう、はい、まあいいかもしれないですけど。はい。そうなんですよね。いや、わかんない。写真家なんていっぱいいるわけじゃないですか。はい。その中でよくこんな案件来ますよね。だってめっちゃごく一部の本当に最高の案件じゃないですか。ちょっと僕わかんないんですけど。アーティストなんで多分お金に執着がないからどんどん使っちゃうのはすごく理解ができます。このリターンの内容もなんかお金のことが分かってない感じがしますよね。アーティストの返しですよ ね。 そうですね。曲作りますみたいな。あ、じゃあ一応聞いてみますか。はい、すいません、恐縮です。はい、100万円200万円300万円で大体こんなことができるというのをまとめてきました。はい。で、会社内のプロフィール写真を撮る場合は、だいたい50名分ぐらいと集合写真をというのを撮って、これは僕が撮影させていただく場合は、指名料というふうにいただいてるんですけど、あ、はい、お手元の法人向けの資料がですね、クリアファイルに挟まっている方に、はい、その上になっている方ですね。はい、そちらの中にも書いてあるんですが、会社内でプロフィール写真やワークショップを行う場合の料金まで書いてあるんですが、それにのっとって今回こちらの方をご提案させていただいてます。なんで、例えばオンラインでプロモーションするとか SNS でとか、あるいは社内でいろんな写真必要になると思うんですけど、そこを僕らが担わせていただくっていうような形のご提案の一つです。で、200万円ぐらいですと、何か大きなキャンペーンとか、イメージビジュアルを作りたいっていう場合の監督から映像制作、撮影に当たるまでを担当させていただくということが、あとはもっと、そういった複合的な、活動とか制作も含めて、ご一緒させていただく場合は、プロジェクトないし、事業に、のブランディングに関わらせていただくっていうのが、規模にもよるんですけども、300万円からご相談させていただければっていうので、今回目安として100万、200万、300万のプランを用意させていただいたんですけど、ご要望も様々だと思うので、そのあたりはきちんとご相談させていただいて、金額、内容を詰めさせていただければと思っております。
お金のリターンでもいいんですか？お金のリターン、今回の写真がリターンだと思うんですけども、はい、アンナアドバイザーズ株式会社代表荒木アンナ、海外不動産投資黎明期先見の明を持ち、いち早く事業展開を始めたパイオニア。東京カンボジアを拠点に国内外でビジネス展開、 YouTube での情報発信で取引実績は数十億円を超える。新進気鋭アンナ社長、タイガーファンディングに新しい未来を立て上げる。今回の写真がリターンだと思うんですけども、はい、あの投資したとしてお金のリターンというのは可能ですか？可能です、可能ですけどちょっとそのもうバレてるんで隠すことじゃないと思うんですけど、本当にその数字とか書類とかっていうものに弱いので返す自信はあるんですけど、じゃあそれって年にどのぐらい返すんだっけとか、そういうものは逆にご相談させていただきというか、ご助言いただきながらやっていくっていうのはすごく興味があります。さすがアンナ社長ですね。不動産業でありもう証券会社もうこのリターンを厳しく見るっていうそんなこと俺は言い出せないよ。すごいわ、よく聞けて。いや、そんなに取らない業種の方もいるじゃないですか。だからね、あの投資したらリターンの方がシンプルで嬉しいかなって思いました。ちょっとそのあたり逆にご相談させてください、はい、ご助言いただきたいです、はい、逆になぜ盛岡なんですか？もともと写真館と写真のワークショップっていうのは2011年から同時に始めたことで、写真のワークショップで育った方々が写真館を手伝っていただくみたいな循環型のモデルとしてやってきました。それが時代を経てオンラインになったりとかすることによってより多くの方に参加していただけるようになってきた中で、2つのワークショップがありまして、写真の基礎技術を理解していただくワークショップで、もう一つが写真館の技術的なワークショップです。でこちらに参加した方々のお写真なんですが、先ほど僕が撮ったものと比較してもそんなに遜色のないものになっているかと思います。でこの中で、今1年間この写真館のワークショップをやってきた中で活動を開始した写真館が全国にこれだけあります。その中でもですね、この盛岡写真館は1年間で443組、1158名の方々を撮影させていただいている実績があります。ただこれは0円っていうのも込みでやっていて、僕らもそうなんですけど、最初はさっきの体験イベントで体験していただいて認知を広げていくと、でその中で入学卒業シーズンみたいなので思い出していただいて店舗の予約をしていただくみたいな感じなので、これイコール必ず売り上げが立っているというわけではないんですが、すみません、先ほどのその小川さんっていう方が盛岡店で、はい、まあ、店長といいますか、そうです、やられてるんですね、はい、今回お連れしてないじゃないですか、はい、いらっしゃらないですか、はい、なぜお連れしなかったんですか？これは彼の、彼のプロジェクトでもあるんですけど、それを企画している自分の責任の方が重いと考えたからでした。なるほど、はい、これを盛岡だけではなくて、じゃあ大分、新潟、山形同様な活動ができている人が現れたら、そこに対して僕たちがバックアップしていって成功してもらって、売り上げを欲しいわけではなくて、その分返せたら自分のものにしてほしいと、その金利みたいなのを取らないで、ファンドでもないと思うんですけど基金みたいな感じで立ち上げをサポートすると、なぜならば館を持つってとこが一番コストになるんですよ。それ以外はこの紙とカメラと背景、ライトがあればなんとかなってしまうんで、なので出張のイベントをたくさんやってもらって、ある程度認知を得たらお店にするっていうところだけ経営とともにバックアップして。なるほどですね、はい、ただこれ今回投資ということですけど、まあ、厳密に投資ではないですよね、うん、を考えると、じゃあ盛岡店の店長さんがどういう方なのかとか、その方の人柄とか、そこにたどり着いた物語とかストーリーとか、そういうところももしかしたら、まあ、共感の一部になるかもしれないなということを感じたんで、はい、なぜお連れしなかったかっていう判断をなんかちょっと聞きたかったんです。まあ、そういうことなんですね。まあ、今回で言うと盛岡店の出店のために600万円をその小川さんの代わりに出すというイメージになるんですよね。そうです、そうですよね、はい。でまあ、その中で今日は小川さんいらっしゃらなくて、代表して鈴木さんがこの席に座ってらっしゃるということですもんね、はいはい、うん、それは、鈴木新写真館としてやるんじゃなくて、はい、盛岡写真館でやるんですか、はい、そしたらお客さんから見たらそこはイコールにはならないということですよね。そうです。
これはちょっと自分でこだわってる部分がありまして、鈴木新写真館盛岡店っていうのもありだと思うんですけど、そうすると手離れできないんですね。で、先ほどフランチャイズ化したくないっていうふうにお伝えさせていただいたんですけど、僕らが経営を管理するとか運営をサポートするんじゃなくて、その地域とつながって、その地域が変わっていく中で自分で考えてビジネスプランって生み出していかないといけないと思うんです。そこが待ってて変わるんじゃなくて、自分で思考して変わっていくっていうのが最終的なその教育のゴールだと思ってるんで、そうするとその経営者である程度リスクを背負わないとスケールしないと思ってて、時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア、株式会社サンエイト代表取締役竹内浩一。 YouTube の可能性をいち早く見出し、ビジネス界に激震を与える。好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー。YouTube 界の対応はいかなる志願者の未来を照らすのか。そうするとその経営者である程度リスクを背負わないとスケールしないと思ってて、この小川さんは要は雇われ店長みたいな感じで入るわけじゃないですか。そんな人が自分でビジネスを考えてなんか前に行くイメージが湧かないんですよね。それは段階的に考えてまして、この中に、人件費って入ってないですね。だから彼が稼げなければここってリクープしていけないし、彼が食べていくこともできないんですよ。そこは厳しくしようと思っていて。でももう家賃8ヶ月が保証されてるわけじゃないですか。それは、はい、それはどちらかというと僕らが負担する部分というか、出資した側ですよね。そうですね、そうですね、はい。その8ヶ月できちんと結果を出したいっていうリミットを作るっていう意味です。僕似たようなケースをしたことがあるんですよ、はい、こっちが全部保証して要は人をアサインしてその人がもう社長でってやったんですけど、やっぱりその社長がなんかちゃんと汗かかなかったんですよね、うん、ほっといてもまあそこはあの給料として払ってたんで給料入ってくるし、はい、全く社長じゃなかったんですよ、はい、っていう経験がちょっと今フラッシュバックしてて、それはリスクとしてゼロとは言えないと思います。それは何でかっていうと、おっしゃったように小川がここに来てないっていうので、こう人間的にどういう人間かというのをお伝えできない部分もあると思うんで、ただ僕たちとしてはまあいろんな方々とお仕事させていただいた中でいけるというふうに思っているので、こういう機会を設けに参加させていただいてます。僕たちは結局自分たちの会社のプロフィールを100万で取ってもらったっていうところの対価になっちゃうんですよね。そうですね、そこは保証したいということでこういうプランにしてます。保証、はい、そのここの600万がこけたとしても僕らのマイナスとしてなればいいのかなと思っていて、あ、それは融資で帰ってきたら鈴木さんのマイナスですけど、はい、お金をもらっちゃったらマイナスではないですよね。そうです、あ、そうです。ただその写真何か制作で皆様に携わらせていただくので、皆様にとってもマイナスではなく僕らにとってもマイナスではなく彼にとってはゼロっていう形にしようと思っています。さっきの話で言うとリターンは別にこれから話し合いで決めていってもいいっていうことなんですよね。だいたいどれぐらいなんですか、そのリターン的に、あんな社長的にはどれぐらいあったらいいとかってあるんですか。僕全然わかんないです、その辺は。 10%、20%。 今しずく石さんがそう言ったけど僕そう思ってなくて、単純に言えば鈴木さんに100万円なら100万円で写真撮ってもらうためのお金を出すだけだから、今回その小川さん逆に関係なくなっちゃってませんか、これ、うん、違います皆さん。いや、そうだと思います。ですよね。鈴木さんをどう見るかじゃないですか。小川さんの人となりが良くても悪くても出すことのいわゆるリターンに関係してこない気がする。あ、でもその写真と別で売上の要はロイヤリティというか、その投資したものに対してのあれは別に考えていいってなると、その人の能力はすごくかかってくるのかなと。アンナさんの言ってることを受け止められて、そっち側でお金を出すよって人が見えれば、それはまた別の話になります。そこはあの岩社長おっしゃるように僕が保証するというか、まあ、連帯保証人っていうのか保証人となってその確約したリターンを生むことを務めるっていうことになります。それは融資の方がいいんですかね。
いや、ちょっと今僕単純計算すると、まあ、写真でだいたい1万5千ぐらい東京だと撮るんですよね。一人当たり、プロフィール撮ろうとすると。で、盛岡がどれぐらいの、ちょっと人口なのかわかんないですけど、はい、1万5千かける、まあ、1日3人撮ったとして、20日間稼働したらだいたい90万ぐらいですよ。で、そこで家賃がこれ見ると20万ですよね。で、その方が仮に30万取ったとしたら、残り40万で、物々雑費引いたら、多分20万ぐらい残るのかなっていうイメージです。はい。そこからの何パーセントバックみたいなイメージになるんですよね。その、先ほどのお話だと。まあ、今までその、鈴木さんの写真を皆さんに見ていただいたんですけれども、まあ、小川さんのその、写真であったりとか、人柄であったりとか、そういう部分がなかなか分かりづらいってなると、おそらく虎の皆さんの心も動きづらかったりはするのかなと、うんうん、やっぱり実際こっちに連れてきていただいたら人柄も分かりますし、もっともっとこう話もね、進んでいく行ったのかもしれないという中で、まあ、鈴木さんは今日こちらに来ていただいていると、はい。まあ、打ち合わせした段階でもそれも承知だったというところではあったんですけれども、うん、途中でアンナさんがそのお金のリターンありますかって言ってちょっと混乱してるんですよ、実は場が。で、本当は多分鈴木さんはそういうことじゃなくて、自分の腕でこの600万円は、要は極論すればあんまりお金かけずに600万いただきたいっていうことだ、今日最初は。でも、アナさんが言ったことによってお金は得られなければこれが始まらないからっていうことで受けたとは思うんですけど、もしかしたら僕の感覚だと、これだけのお仕事をこれだけ名のある方がやっていらっしゃって、100万円って全然度が過ぎた金額ではないんですね。で、それで受ける方も見えるじゃないですか。で、アンナさんは多分、まあ仕事上これだけのお金払って自分の写真撮ってもらわなくてもいいわってことでおっしゃったのは全然問題ないんですけど、そこで今度竹内さんがリターンの話になっちゃってるもんだから、うんうん、なるほど、ここ整理しないと鈴木さんがかわいそう、うん、だからもう鈴木さんが最初から提案されてるところで受けるなら受けるでそれなりの金額を積む方も見えていいだろうし、なんかこう、もしかしたらアンナさんの提案って条件付きになっちゃうんですよ。私は、ポートフォリオいらないけどリターンがあるんだったら出すわみたいなのって多分だるまの話なんですよ、これ。うん、なるほど。はい、さん、どうですか。はい、そうですよね。まず一旦はこの条件でいくら出すかを言って、金銭的リターンがあるならだるまでいけばいいですね、はい、それでいいと思います、はい。でもアンナさんが聞いてくれたおかげでワンチャンお金もあるんだなってのは分かって助かりました。確かに。いつもは僕が言ってこう僕の好感度が下がることを言っていただいてありがとうございました。では時間になりましたので、鈴木さん最後に一声お願いします。ラストステートメントです。僕が今までの経験とこれからの自分が思い描きたい未来像に向かって全てを保証させていただきます。どんな無理難題もお受けさせていただきますので、ご一緒にご協力していただければと思います。よろしくお願いします。はい、それでは壁側をお向きください。ファイナルジャッジメントタイムです。虎たちとの問答が続く後半戦、苦戦を強いられる志願者、いよいよ最終決断の時が迫る。志願者の思いは虎たちへと届くのか。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、それでは鈴木さん元にお戻りください、はい。それではただいまより最終決断に入ります。一枠目の竹内さん、お願いします。僕はナッシングです。鈴木さんご本人がスタジオを建てるっていうんであればちょっと出したいなと思いましたし、ここで100万円出すぐらいだったら自分で100万払ってお仕事を依頼しようかと思うので、この場ではちょっとナッシングとさせていただきます。ありがとうございます。では続いて二枠目のシマヤン、お願いします。はい、僕は200万円でお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、本当にこれからの時代、この、まあ、ラーメン屋やってるんですけど、ラーメン屋であろうがこういうクリエイティブとかデザインというところはすごい投資していきたいなと思っていたので、すごい内容も良かったですし、
もう本当にお願いしたいなと思ったんで、まあ、200万円準備させてもらいました。ありがとうございます。お願いします。島田さんから200万円が出ました。では続いてアンナさんお願いします。100でお願いします。ありがとうございます。はい、ですね、私自身そこまで写真を撮る機会がたくさんはないので、どうかなと思ってたんですけども、ただすごく有名な方なので、まあ、そういった意味で少し応援したいなと思いまして置かせていただきました。アンナさんからも100万円というところでここまで300万円となっています。では続いて高澤さんお願いします。はい、すいません、僕はナッシングです。ありがとうございます。トップのクリエイターの方だと本当に思うんですよね。で、まあ、今回その条件で、盛岡ですよね。で、まあ、多分これは鈴木さんのこの情熱が強いっていう裏返しで、まあ、自分がトップに、まあ、表に出てここでプレゼンしようっていうことだったと思うんですけど、やっぱり僕は個人的にはそのお店で店長として毎日立つ方、その方のその人となりとか、そのあたりを僕は知りたかったです。はい、すいません。ありがとうございます。では続いて最後林さんお願いします。超有名な方に写真撮ってもらったんだっていうふうに言える今日の写真のお礼がこのくらいです。ありがとうございます。本当有名な方に撮っていただいて光栄でした。林さんが60万円というところで、ここまで360万円希望金額600万円に対して達しませんでした。今回はナッシングです。お疲れ様でした。ちょっといいですか。はい、アンナさん、はい、今回の条件のところで、もしリターンがお金ということであれば、投資を残り全額出したいんですけども、はい、いかがでしょうか。ぜひ受けさせていただきたいと思います。はい、条件付きで残り全額をリターンというところで相談をしながらということですよね。はいはい、でもその場合はあれですよね、シマヤンとも相談しないといけないのかな。そうですね、アンナさんから提示された条件ですと、残り全額をアンナさんが負担をすると、投資をするというところですけれども、シマヤンと林さんにつきましては、鈴木さんの出された条件での形となりますが、いかがでしょうか。はい、僕は鈴木さんに素敵な写真を撮っていただけるのもそれで十分です。はい、僕もお願いします。ありがとうございます。でしたら、シマヤン林さんにつきましては素敵な写真を撮っていただきまして、アンナさんにつきましては条件付きでのオールということでよろしいでしょうね。おお、はい、ということで鈴木さん完全オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では鈴木さん、いかがでしたか。いや、ヒヤヒヤしましたね。でも、はい、まずは、その協力してくださる皆様に、あるいはその叱咤激励いただいた皆様に、全てがごもっともだったと思ってますし、これからきちんとあれどうなったってなった時にうまくいってるっていう形にできればと思っております。年に2回断食しているので、ラーメンは天敵ですが、だからこそご提案できる最強のラーメン、人を幸せにするラーメンがあるのではないかと思います。経営の点は弱いですが、教えていただいたことは愚直に実行するので、そこの経営も一緒にご指南いただければと思います。もっと素敵な写真次回は撮りますので、もう一回機会をいただければと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。自然な表情が撮れる新しい写真館を日本中に広げたい。思いを胸に挑んだ戦い、結果は条件付きオールで終幕。日本中の笑顔を写真に収める男の挑戦、新たな虎の子が歩みを進める。物語の行方は続報を待て。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。